これやばい打ち下ろしなんじゃないですか。出た出た出た、いつもこれやばいんじゃないですか。いいですね。うまっ。十分でしょう。やばい。今回の動画めっちゃ面白いと思う。こんなスピン速くて風が強くなってなかなかないです。なかなかない。俺は心が折れてますけどね。おはようございます。おはようございます。今日はカズサモナークさんに、お邪魔させていただいてですね、アミの開幕までの最終の調整かな、プロキャディの仙崎さんと、ありがとうございます、お願いします。一緒にさせていただきたいなと、まあ、ついでに仙崎さんのちょっとレッスンもさせてもらいたいなと思います。お願いします。お願いします。します、まあ、今日はプロキャディの目線で、今アミこういう状態ですねとか、ここを狙っていくんちゃいますかねとか、で私の目線でスイングこうなってるねみたいなのを解説しながら、まあ、ちょっとラウンドしていきたいなと思いますので、はい、意気込みのほどは。花粉に負けない。うわ、見て俺このザ花粉セット、はい、やばいですもよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。結構左からのフォロー目で風がかなりきついですね。ナイス、うわ、か仕上がってる、仕上がってるな、仕上がってるな。綺麗なドローボールなので、左からのフォローはもうアミからするともうご褒美でしかない風ですね。これは打ちやすい風やろ。今日1です。早い早い早い。まだ1番。まだ1番。まだ1 番、まだ1番。どっちにしろ今日1。もう緊張しないでください、瀬崎さん。めちゃくちゃ緊張して。もう数十万人の人が見るだけですから。左しか見えないです。お願いします。お願いします。うん、向いたとこまっすぐですね。あれ左向く癖あります？ティーショット左向く癖ありますね。 あるんですね、はい、いやだから左向いて右に打ち出したんやろな多分。まあ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 、やっぱ仕上がってるやん、ちゃんと。めちゃいい球でしたね。めちゃくちゃいい球でしたね、うん、まあ、でも何もしてないですけどね、準備。お前がしてないだけで周りはしてるから大丈夫。さあこれどうやって打っていくんでしょうか。林の中通せるかな、方向的には。うまっ、うまっ、うますぎてあるあるやな。出すときにこう強くやっちゃうっていうね、はい、飛びすぎちゃいましたね。いや、うまい、よく行くんだよああいうところ。さあ右手前、まあ木ちょっとかかってきそうな感じですけど、ね、網ドローやからあんま関係ないですよね。全然行けますよね、爪先上がりやし。今日は楽しんじゃう。何ヤード？100ヤードで、うん、210ちょいかな。オッケー。何番ですか？クリークです。クリーク5番ウッド、はい、右手前に何もなかったからクリークで右からちょっと回す感じだね。素晴らしい、宣言通り。ナイスですね。左からの風が強いから戻ってこないけど、 あれならまあまあいいでしょう。落ちてきたですね。やっぱこの冬場のランニングと、正月からの火曜トレで体が相当違う。1日20分を3セットという、私からしたら地獄のメニューが先生から渡されましてランニングが何よりも嫌いな私が。確かに、ね、しかも翔太郎さんが来たことによりなんか階段ダッシュも入るし、いいじゃないですか。煽られております、いつも。これ仙崎さん、これはイージーかな。うん、風もやけど仙崎さんそういう打ち方やな。ちょっとやっぱ煽り打つのが元々の癖ですよね。そうなんですよ。まあ左足上がりやし余計にですよね、はい、番手上げました。番手上げました。今何番手上げました？一番手。それ二番手以上は上げたいですね。あーですね、二番手か変な話三番手上げてハーフスイングでもいいですね。ああ、なるほど。煽り打つ人は、はい、特に番手ギリギリ打つとよっぽどうまいことを綺麗に入ってロフト立ってほんと距離出ないんで、特に左足上がりは仙崎さんの場合は、はい、二番手は最低でも上げた方がいいですね。アミいいとこまで来ましたね。最高です。試合では絶対やりませんけど。あ、やろう。あれ
いや朝一はしないですね。朝一はでもどこに行ってた。いやまずクリークあんまり持たないかもしれないです。あそれちゃう勝ててないの。だって打てるよこんなん。これはイージーやろ。これぐらいイージーなところは行ってもいい。でも行かんとあかん。あなるほど、うん、もったいないわ。うまっ、うまっ。そんなの持ってたん。そんなの持ってた。ちょっとそんなの持ってたん。行くんですよ、あれどこによく。あれこそ煽り打ちの真骨頂ですよ。煽り打ちの選手ができるこうふわっとアプローチ。試合でこれは結構しびれますもんね。あれなりますもんね。しょうがないですね。なるなる、しょうがない。もうここは確かにワンバウンドで強く入ったらまあ行ってしまうからギリギリ狙いたくなるの分かるけど、これだけ受けてたらそんなにビビって手前からいかんでよかったんちゃう。落としたいところで全然手前です。ああそういうことね、はい、ああオッケーオッケー。千崎さんのラインがちょっと気持ち悪いです。気持ち悪いですよね。ちょっと気持ち悪いです。風も右から来てて、まあ網野はまあフックやろう。うん。千崎さんのがね、わりかし下りの横ライン。そうですよね。はい。よしー。オッケー。だー、ライス。ライス。素晴らしい。ありがとうございます。これがプロキャディーなんですよ。あれかな、これかなを言わん。これって決めたらもう全くぶれへんね。例えばさ、お前試合で回っててさ、カップ1個か1個半かな、あーどっちかな、1個か1個半かなって言われたらさ、不安になれへん。で間違ってても1個って言ってくれた方が、失敗したら別にまあ当たるだけやし、ね、言い切ってほしい。そうそう、言い切りたいよね。いい感じじゃない。あ緊張した。2人ともパー。パーです。気持ちいい。もうここで終わった。2人ともパープレイやで。そうですね、もう帰りますか。もうお腹いっぱいですこれ。さあさっきのコースがこうやったので右からのフォローでしたからもう完全右横ですね。さあドローヒッター波が右の横風どれぐらい食らうのか、どれぐらい計算しているのかってところですけど、うん、風に押されて戻りきってないけど、うんうん、いいね。うん、ナイス。さすがです。ゴルフ上手ね。クリークが打てるようになってます。よかったね。なんで左手の。はい、知ってます。はい、もう多分公開されてると思います、その頃には。例のあの動画のあれですね。あれです。なんすかあれって。また教えますや。遠慮せずちゃんとアカデミー来てください。わかりました。うわ、ナイスー。危ない。たっけー。危ない。首痛くなるでしょ。たっけーだ。ムチ打ちになっちゃう。あ、危ない。あ、ナイスです、ナイスです。十分です。刺さりましたね。うん、刺さったけど、あの、問題ないですね。今、直線で123なんですよ。うん、130計算しちゃっていい。オーバーしたって構わないから絶対にその距離打って。はい、OK。素晴らしい。もう100点。100点、100点。素晴らしい、素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。今この左足上がりで、アミが昔みたいにこっちに乗っちゃうなら9持たせてた。けど体幹がカヨトレで鍛えられたから、この場で動かないから、ちゃんと傾斜に合わせて、こう立って、このままこうやって打つから、もしそれがちゃんとできるなら8でいい感じに、まあちょいオーバーぐらいで済むだろうと。この冬場のトレーニングがかなり効いてる。めちゃくちゃ安定しましたね。めちゃくちゃ安定したでしょ。去年と違うでしょ。回転がね、そのままでクッと回れる。そうなんですよ。そのままで回転させるためにこの冬厳しいトレーニングしてもらったのに、正月ちょっとだらけたからかよちゃんに怒られてトレーニング増やされたんですよ。そう、私は20分3セットねって言われて分かりましたって言ったものの、これは何のために走ってるんだろうかっていつも思いながら、はい、ちょっと言われたから走ろうみたいな。はい、それでいいんです。見てみ、100点だよ。完璧じゃないですか。100点、まあ、めっちゃ嬉しい俺は。
やっぱり仙崎さんはダフったから届いてないというより、番手のチョイスがやっぱり煽り打ちだから、もう一個上げてもよかったですね。もう一個上げた方がいいですね。さあ仙崎さんがちょっと大変だね。団子へ、団子へのこれは長いな。この団子へ坂をちょっと越えて、しかも 10.6 フィートって今日早めのグリーンで2段グリーン、これはちょっと無理。おお、すごいいい感じ。うわうまい、ありがとうございます。さすがだわ。タッチがちょっと難しいです、うん、これちょっとタッチ難しいですね。どうやって合わせてくるのか、風とラインと、うん、風とラインとね、これちょっと難しいですね。徹底したね、徹底した徹底した。まあまあ、いや、まあ、まあしょうがない、そうなんだけどしょうがない。読みは大丈夫だよ、左にライン読みおじさんいるから、試合の時はもう任せりゃいい。うまいけどな、惜しい。ナイス、うまかったけどな。っすね、さすがだわ。ちゃんとうまいもんね。え、めっちゃ回りたい。これ回りたいなんて言うの初めてじゃない。回りたい、手首痛い。ほら、デモゴツアーにあけどめっちゃいいな。あ、今発見しちゃった。だって想像がつかんもん、これよりいいシャフトを作るドライバーで。うん、だから321。何にも食ってないね、テレビないから。いや、しかも私50あるだしね。俺これにしようかな。あみちゃんはどうやったらシード権取れるんですか。頑張ったら、頑張ったらいいんだ、うん、頑張ったらいけますね。そっかそっか、もうどうもこうもないこと言い出した。これ風えぐいっすね。これはやばいです ね、ドローはちょっと、うん、きついですね。だいぶ持ってかれますね。左からアゲンスト、横、アゲンストの、さらにアゲンストに向かっていくわけですもんね、左からの上げだから。めくれるか、うん、めくれちゃったら終わりますね。何ヤード。147。普段なら何番ですか。7番。今持ってんのは7、6持ってきます。はい、6番ででしょうね。ちょっとつま先上がりを利用して、はい、頑張る。はいはい、うまいこと言った。うまいこと言ったな。うぜえ、うまいこと言ったな。めちゃくちゃナイスを。ありがとうございます。ドローだけどストレート系に近い球でちょっと薄めに入ったけども、まあ厚く入ってたら逆にドローがしっかりかかってるから、もっと風が食らってるから逆に飛ばなかったと思う。ちょっと薄めに当たったのが功を制したとか、まあそれでちょっと大きく当たったのもあるんだけど、いいチョイスだったと思う。7はない。あー、やった、持ってかれる、持ってかれる。これは仙崎あるあるですね。そうですね、上げたくないから上から入れたくて、潰しに行ったらカットに入っちゃったってやつですね。はい、これはアカデミーで直しましょう。 OK です、ありがとうございます。これ覚えておいてください。仙崎のアイアン直すの会やりますから。これはよらねっす。これはよらん、これはもう絶対無理。ああ、十分でしょう、十分でしょう、十分ですね、十分です。うまい。今の切り替えの速さがすごい大事で、もうあの寄らないから乗ればいいっていうね、あの一言がすごい大事です。で風右から、そうなんですよね。ああ、うん、風右からだから余計気持ち悪いね。しっかりこっちに膨らませていけば、まあ、加速を抑えられるいいパターンを打てるけど、風はこうだから、はい、だからもう網の腕の見せ所。うわあ、うん、まあ、なる、もうしょうがないね。仙崎さんはもうスライスですよ ね、これはちょい外し、うん、いいラインだけどちょっと強かったかなっていうぐらい。うん、朝日で強さかな。うん、ナイス。
素晴らしい、よく入れた。大丈夫大丈夫大丈夫ませんこれは面白いホールだね。ちょっと迷っております。ああ何で、ドライバーで打ってバンカー入るかな。何も迷わなくてよくない？だってスプーンで打てばクリークでもいいぐらいじゃない？だってフォローなんだし。うわ素晴らしい、うん、おーナイス、最高、ナイス。5番5番ウッドです。ああ素晴らしい、チョイスも素晴らしい。5番ウッドが好きになりそうです。もうやっぱこう左向いてそっちに。先崎さん一回もう一回打ってもらっていいですか。はい。右の浮き輪分かります？そうですか。浮き輪向いてください。了解です。足浮き輪向いて、でフェース面は木のスレスレ、もっと右向いてください。足もっと右、もっと右、もっと全然右。ボール中入れて、もっと中入れて、面閉じて、そのまんま行って、面閉じたまんまスタンス通りに振って、はい OK です。そっちの方がちゃんと5番ウッドらしい球が出ると思います。なるほど。もともとつま先下がりだからスライスしやすい、ドローかけづらい。結構だから左めっちゃ向いてカットに打って戻すっていう癖がついちゃってるんで。カットが真逆ですね。真逆ですね。真逆、うん、真逆。足して割ったらちょうどいいんだけどね一回混ぜちゃうか。混ぜたら最強になっちゃう。そうだね、臭み出ると思うからちょっと夏めぐ多めでいや厳しいですねこれ。あ、これはもう出すだけですね。出すですね。クラブがない、高さ的に絶対出ないです。もうしょうがないです ね、 そうですね。さあ完璧なショットを繰り出したアミちゃん、ここから果たしてどのようなドラマが生まれるのでしょう。ここは左からのフォロー。じゃあ雲を見てみましょう。雲は左からのフォローですね。上の木は左からのフォローですね。じゃああんな旗無視しちゃいましょう。何よりつま先上がりがしっかり効いてるのでフックがしっかりかかるかなと。で、アミの心理状況的にバンカーには入れたくないから結構右から回したいから左からの風はあまり考えたくないっていう思考になってるのかもしれない。素晴らしい素晴らしい。もうこれ以上ないところ、これ以上ない、これ以上ない、これ以上ない。いや駆け上がってったけど十分だよ。うん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 、これなら全然全然問題ないですね。怪我しない位置でしょ。お互いめちゃくちゃ難しいアプローチ、まあ、二人ともイージーアプローチが残ってるっていう感じですね、まあ、私なら片手でベタッと。なるなそれは。こういうライはできる限り今こういう大きいスイングをしてたんでやっぱ危ないですよね、はい、まあ綺麗にカットで入ればいけるんですけど、変な話はそこに低めの球で落としたら怪我するかってしないですよね。フェース開かないで傾斜なりにこう振ってあげて、すぐそこのこのカラーのこのちょびのところに落としてあげたらまあまあ怪我しないアプローチが打てるんですけど、どうしてもこうやりたくなっちゃう、うん、特にゴルフ歴長い人とかはね、別にこうやって打ったっていいんだけど、スイングが大きいから事故した時にやっぱりああいう事故になっちゃうんで、もうできる限りちっちゃいスイングで打ってもらいます一回。それでいいです。こっちの方が怪我は絶対少ないんで、この選択肢を持てるようにしとかないと、昔からのゴルフ歴が長い人やっぱついあれで寄らないかって寄っちゃう時あるじゃないですか、うん、ついついやっちゃうんで、その選択肢一回残しておきましょう。欲張りましたね。ちょっと欲張りましたね。60度、はい、はい、しょうがないね。どうする、これやりたかったですね。そうだね、やってみ。それをビビらずにやることだね。いやまあ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 、まあ、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。十分じゃないですか。ざす。テイクバック上げた瞬間に、うん、
風が来て、うん、こうなる時あるじゃないですか、うん、強風の時に安定させるような打ち方とかあるんですか、パターン。あるよスタンス広くして、はい、内股にしてあげる。で重心しっかり落としてあげる。で腰を動かさないでこのまま上半身だけで打ってあげる。そうすると動く下半身の動きがぶれないから安定する。これ何回打ってもフックですね、これ、うん、これをフックで読めってやっぱなかなか難しいですよね。いけ信じろ、ひねろ。ナイスストローク。いやでもこれあるよね、ナイスストローク。いやもうナイストライ。これ試合でやられた時にキャディーさんとしてはもう最悪ですよ。逃げますよね。風の影響もあったりいろんな影響あってね。そう今ね一瞬弱くなったから、はい、俺も選択さんも2人ともちょっと不安になりましたね。抜けるんじゃねえかなって。で俺は言い聞かせた、信じろって。でまあ信じてもダメなことはあるってね、はい、しょうがないですね。しょうがない。でもナイストライでした。ありがとうございます。ナイストライです。あこれは網スプーン球上がらんのからちょうどいいのか。上がらなくてもちょうどいいですし当たってくれてもちょうどいいです。確かにね、ドライバーじゃないんだね。入っちゃうみたいです。ああベンクルに、いやいやが腹立つ。左足上がりなんで気をつけて。いや、yeah.玉板か。左闇の玉板か。くぅー、くぅー、炸裂しましたね。玉板か、玉板か、玉板か行きましたね。玉板か、アミちゃんの玉板か。別館でした。別館でした、はい、ね、バンカー上等ですよ。バンカー上等、上等ですよ。さあ開き直ってまいりました。スライスかからない。全く持ってかれず、はい、球のいい球。あるあるだよね、さっきのパターもそうだけど。いや今日一、今今日一。110。お、ピッチングで行きたいけど、うん、風次第。うん、今の風だったらいけるかな。プロのインパクト音をお届けしましょう。もうちょい登ってこい。ナイスじゃないですか。ナイス。右ペラしないようにだけ打ちました。素晴らしかったです。まあ、でもこれ置かれるとさ、ちょっといい音鳴らさなきゃって気になった、ね、ちょっとなるでしょ。上から打ちました。だから置いたんです。はい、だと思いました。あれさっき上に行かず落ちてきたです。よかったんですけど、もうイージー、もう超イージー。コロコロ大作戦、もう左足下がりのラフのバンカー越え、ピンすぐ手前。コロコロ大作戦。さあコロコロ大作戦。オッケー、十分じゃないですかね。大丈夫ですか。鼻の音お届けします。ちょっとレディーなんでやめてもらっていいですか。もうちょっとレディーっぽくしてもらっていいですか。ちょっとレディーなんでカメラの前で鼻いじってるのとか見られたくないんで。絶対使います。オープニングで使います。オープニングの平井亜美の紹介動画のところですか。やだ。亜美は鼻噛んでるやつ、めちゃくちゃいい、かっこいい動画なのに。ナイスオンじゃない。完璧ですね。ナイスレイアップからのナイスオンじゃない。お前マジでいいな、過去一仕上がってんじゃない。ちゃんとして。私は頑張るだけです。うまい。あーでかい。あでももうこうなるよね、うん、もうあれでいいですね。とりあえずは、とりあえずね。さあもう2人とも OK ぐらいの、もうイージーの、もう下りの微妙なフックにかかったりかからなかったり。これはこれはすごいな。今見た目線、こうやって全部見てるでしょ。目線の広さがもう全然違う。プロジェクト、ほら全然わかんない。しょうがないな。フックしそうっすよね。全然わかんない。本当わかんないですよこれ。フックでしょうね。ちょっとフックですよね、うん、ここはフックなんですよ、うん、最後抜けると思うんですよ ね。ワンカップいったらなんか抜けちゃいそうですもんね。ワンカップいったら抜けそう。
いいタッチ。いいタッチだね。すごいいいタッチ。あ、持ってかれた。いやいや、十分だと思います。いいタッチです。今ね、上げる直前でちょっと突風吹いちゃったね。風ですね。今、風吹いちゃったね。いやー、なるよね。パンチ入りました。パンチ入ったね。あれを、さっき教えてもらった、うん、スタート広くして内股にしてると、なりづらいってこと。ならない。うん、秀樹系パッド。なるほど。向こうのえげつない風でプレーしてるからさ、うん、覚えちゃうよね、あれは。こんばんは、ニッケです。プロトステがすごいっす。曲がらんっす。そうやねん。もう曲がらんっていう声がすごい。だって想像がつかも、これよりいいシャフトを作るドライバーで。329ヤード。全然違うの。プロトステガは後ろ1個外すと、もうとんでもないドライバーに変わります。右から。めちゃくちゃいい。いいね。えぐい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 。めちゃくちゃいい。もう何ね、アミのゴルフがパラダイムシフトされちゃってるね。なるなー今のは。わーそう。ちょっと一回素振りしてもらっていいですか。いや、もうちょっとゆったり大きく深くトップを上げてください。 OK、 それぐらいでいいです。はい、それでいいです。で、要はそれが、まあ、ほとんどアマチュアの方ほとんどそうなんですけど、早く終わらせたくなってきて、うん、だんだん当たりが怖くなってくると、上げてる最中にもう打ちに行っちゃう、リズムが速いとかそういう言い方をする人が結構多いですけど、今ぐらいああいう突発的なスライス、高いスライスが出た時は一回下がって、上で一回間を置くように深い素振りをしてから打ってあげると、ためができるんで、球が勝手につかまる。めちゃくちゃいいよ。ほら飛んでる。めちゃくちゃ飛んでる。最高じゃない。打ちたい。うまい。これはやられたな。無理。これは無理。無理。これは無理。はい、セーブ。オッケー。でもちょっと本当スイング崩れるギリギリだね、風が。はい。うん、もうちょっとで崩れそうだね。ちょっと怖いね。うまい。ありがとうございます。これぐらいの風の試合ある？ヤマハが強いかな。あ、ヤマハね。え、もうずっとこれぐらいの感じですか？昼から急に。ああね、午前中吹かないんですけど、はいはいはい、午後からだいたい吹き出す。ああ、ね。おお、してその心は？ちょっと風が強すぎます。5から 3？ まあ、いっか。さあ、風に煽られて戻されて、あれはバンカー手前？手前ですね。うん、だよね。なんか変にスプーン持つ必要が全くないってことね。距離が残っちゃうからスプーンも検討したってことね。あと風に煽られないように。うん、お前のスイングなら煽られない。あ、今ね、どっちやりたいのか分かんなくなっちゃった。負けいきます。今もうアドレスですごい出てた。今左向いてました。あ、こうなるのが嫌なんですよね。パッ。これ瀬崎さんもめちゃくちゃ右向いて、うん、めちゃくちゃ右向いて、めちゃくちゃ面かぶして、そのまま上切った方がいいです。さっきやったやつ、もっと大げさなやつの方がいいです。
左にそのまま引っ掛けちゃうかスライスかでもう2択になっちゃうんで、あの構え方だとあれ直していかないとダメですね。了解です。その練習しましょう。やります。ダメだ、もうアキラが花粉で目が赤だ。待って目が開かない。ここでこうでいい。いや吹いてないじゃなくて、左にすげえでかい山があるでしょう。それに当たってるか今一時的にね、やっぱ揺れてるじゃん。しなってるよかなり。何ヤード？140。何番？6番。 OK。 なあれあそこ抜けてるだけ。あの山より高い球になったら左からの風に当たる。今のところ前の高さだったら6番だったら右からになる。ほぼ正面だけどね。これは結構難しいショットになりますね。まあ構えにくいよね。まあ向きいい向きになった。この向きなら大丈夫。ああおられるかな。うん、思ったより高さが出た分右からの風はそんなに。左足上がりだから番手ちゃんと上げてるかなっていうのが不安。うん、うん、高い球で、うん、ちゃんと上げてたね。いいと思います。何番ですか？今5番です。5番、ほら素晴らしい。うん、そう、右狙って、右からこうやってドローで狙えばいい。ドローで狙うというよりとにかく右を狙って、向き合わせるから一旦。ああそれぐらい、ボールちょっと中に入れて OK、 行こう。そのまましっかり振り切って、オッケー。ナイス。それで毛がない。もうアイランドになってるから左のピン位置は、あそこは狙っちゃいけないから、今ぐらいの方がスイングによどみなく振れる。向き的にもね、ビビらないで済むし。一回キャディしようか。はい、お願いします。一回だけね。でも昔から言ってますね。そうだな、一回だけしようね。賞金が一番高いしです。何なんですか？アース。あ、モンダミ。うん、3億お前日本女子オープン出たらって言ってなかった？まあお金では勝てない。大事よそういうの。いいね。あれ？そうだよ。ボール左だったから。やばい。いやーいけてないこれ。って言ってるうちは切れないから大丈夫。集中力切らせると黙って切らすから。おお、ナイス。切れてませんね。集中力素晴らしい。うまい。ナイス。最高じゃない。もう高さが全然違うわ。あと入り方いつも着してました。確かにね。すっごい嬉しいです。いつもならちゃっくり普通にしてるよね。してます。うん、ここにいると思います。おお、うまいうまい、めちゃくちゃうまい。ナイス。ありがとうございます。今ちょうどボールの上がる一番最高点の位置がグリーンの位置だったから、ね、ちょうどグリーンの表面をこうスピンがキキってかかりながら、今めっちゃかっこよかったですよこっち。ありがとうございます。うまい。ありがとうございます。めちゃくちゃうまい。うまい。ありがとうございます。今のマジでうまい。ナイス。今のが昔と大きく変わったとこだね。こう見て下がってこうやって周りをこうバッバッて見る。昔はもう
これ誰ですか。千崎さんのあのこのショットが直っただけでとてつもなくスコア出てるんですよ。いや全然変わると思うよ。俺もそう思う。いやこれがずっと直らない。I think so too。怖いんですよねやっぱね。そうなんですよ。あの左向いてカットに打つとごまかせるじゃないですか。うん、そうなんですよ。右向いてカムスとごまかし効かないじゃないですか。でも結果ごまかし効いてないです。効いてないです。左向いてカットできる。まっすぐ行っちゃう時あるですからね。これやばい打ち下ろしなんじゃないですか。出た出た出た。いつもこれやばいじゃないですか。いいですね。教えてせんちゃんのコーナーだね。181-153。181-153。いいですね。プロキャディとプロっていう会話だね。ノーマルクライデーと153。ノーマルクと181。181。いやーこれ気持ち悪い。これが多分当たってそこにえぐられてるからこう回ってんじゃ、こう回ってんじゃないかな。分かった。そもそもの風の方角から考えるってことですか。そうだよ。そういうこと。今こうなるからこうって。そう。分かった分かった。今二人ともずっとそれで最初から会話してたやん。そうだね。普通の高さで行くなら、うん、俺だったら180打つかな。打ちたいですね。か7番か8番でこうパーンと押さえて打つかどっちかですね。だからピンがね右に切ってあるんで押さえて打ってもね、うん、怪我はないで。そうですね。めちゃくそうまいけどな。逆に風乗っちゃったかなこれ、うん、ちょっと乗っかったかな。乗っかっちゃいましたね、うん、もうしょうがないですね。難しいですよね。あれで大きいので抑えちゃうと飛んじゃうし。フェードで打つならギリギリの番手でいいんですよ ね。ドローで打つなら大きめの番手でいいですね。めっちゃうまい。うん、えぐいうまい。乗るのがフェードだから乗るのよ。こうだからフェードだからわーって乗っちゃう。めっちゃいい球だったね。めちゃくちゃいい球。5番じゃ打てない怖くて。いや無理無理無理。じゃあ網一回短いの打ってみ、うん、じゃあ逆に7でいってみ。7はいいじゃない。7でいってみ。あじゃあ6だね。で無視してドローで狙って。あ、いいね。もうちょい左。あ、OK、それぐらい。かからない、押されるね。飛んではいる。あ、もちろん。うん、あ、綺麗。これいいかも。綺麗綺麗。これ完璧じゃないですか。あ、いいね。おー、それでもでかい。それでもでかい。うん、やっぱマジで7も健闘だよ。こんなに上げてるもん。多分ね、ここはね上げてるけど下がね、下がねこうだから、うん、内際が伸びる。こうでしょ。このこれに乗ったら終わりです。そうそう、ふかしたら終わり。もういけ。そうそうそう。ドローでふかしたらいけ。そうですね。ここは一番難しいんじゃない。これは難しいですね。これまだ試合の時とかだったらね、まだみんなの感覚が残るからさ、あの人こうだったらああだったら打てるからいいんだけど、練習ラウンドでこういうのは俺はもう気にしない。分かんねえもう分かんねえでもう流しちゃう。そのまま試合の時はその辺はラッキーなのよ。みんな打ってるからみんな知ってるじゃん。でキャディさん同士で情報を共有するし、ね、先生なんか逆に遊んでそう、いろんな球でこういう風の球、まあまあそれもするよ。だから網に打たしたじゃん、はい、あれがそうです。あれはどのかかってました。かかってる、ちゃんとかかってる。うん、かかってるけど、もう出だしで持ってかれましたもんね、もうバーンと。出玉からそのままこう持ってかれてる。今回の動画めっちゃ面白いと思う。こんなスピン速くて風が強くなってなかなかないです。なかなかない。ちゃんとカメラ回ってるもんね。俺は心が折れてますけどね。やばいなこれ。うまっ、うまっ。十分でしょう。やば
ばい。うまいな。もうそれ以上無理でしょう。ダフりました。一般人のお見せしますね。おうほ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 う。ちょっと待ってみ待ってみ。ゆったり大きく振ってごらん。ちょっと高めの球を打つイメージは持たなくていいから、ゆったり大きく風がうわって受け止めてくれるイメージで打ってみ。そうだから、そんなに上げに行かなくていい。ゆったり大きく普通に強く打っちゃっていい。うん、そう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 、それでいい、それでいい。だ、俺のやつ空中で止まってたろ。はい、風来てるからね。いや、めっちゃ強いな、本当に。強い強い強い。 OK 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 OK。今まさに集中力がガン切れした状態でございます。だから変にカットに入れて抜いたりとか何にもしなくていい。もう風でこんだけ持ってかれてるわけだから。ボール下にあんねんから高い位置に上げて、高い位置から下ろしてあげたら、もっとボールって素直に綺麗に打てるのに、完全な横折り、こうやって伸ばしてあげる感じ。だからフィニッシュが低いの。まっすぐ上げていって高く上げて、高い位置でここでフィニッシュ。これができないことにはこの先がないです。このスイングをしっかり覚えてください。頑張って。あれ関係ないでしょ。まあ、風はあるけどロケーション的にはまあまあそんな難しいライじゃないから、今の雨のドライバーなら。少し体が流れたかな。あー、向いた方だ。そう、でも閉じ足りないだけ、はい、でもスライスじゃない。あ、大丈夫だ。悪くない悪くない、全然悪くないですよ。もっと閉じちゃっていいですね。そうですね、アドレスで。100点。いい音。100点。いい音。100点。ありがとうございます。今嬉しかったの。はい。スプーンが打てるようになった。はい。素晴らしい。こんなライでスプーンが絶対持たんかったもんね。はい、全然大丈夫。ああ。おお。ああ、やっちゃったよ。あら、キッ。すんごいとこ飛んでったな。いや、これはね、しょうがないね。逆にここはスライスしないんですね。あの傾斜でね、スライスはね。あの傾斜のスライスはね、うん、いやいや、あの打つとロブショットだと。センちゃんだと多分太陽にひっつく。そうそう。ペチャッ。あれをこう、バチーンって潰した、そんな飛ばさない低いスライス、打てるようになったら強い。今スプーン？はい、めちゃくちゃ良くなったじゃないですか。いや、スプーン打てるようになったんですよ。めちゃくちゃ良くなったんです。最高じゃないですか。大成長。すいませんね、ここまで。うまい。よいしょ。うん、うまい。本当にうまい、これ。このマガラビアめっちゃうまい。うまい。
今のこの大きめのやつやっぱ、うん、うまっ、よし、うまい、そっちかい、こっち来たい、うん、いい仕上がりですよね。いいっすね、うん、バランス良くなりましたね、かなり。もう今回この冬はバランスを整えることだけやったんですよ、うん、下がしっかりしてきたかもしれない、うん、入りがだいぶ良くなったですね、うん、入りが良くなった。ただ浅はかに打っちゃうのはまだまだあるので今みたいなね。でもあれをしっかりこうバンって打ち込めるようになってきたから、うん、そうですね、回ってくるでしょ、確かに確かに。前あれパンって逃がしてましたもんね、逃がしたから、うん、打ち込めるのに前の逃がす時の感覚がちょっとどっかあるんですよね、うん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 、で今喋りながら多分せんちゃんは自分にも言い聞かせてる。そうですね本当ですね。入るんじゃね、悪くはないんだけどね、悪くはないんだけどちょっと一押し足りないね。うまい、うまいけど、あー、ちょ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 、一押し足りない。うん、その分弱くなる分強く打たないとね。弱くなるからカットに揺れるかなと思って。開いた分弱くなるんじゃなくてスピンがかかる分飛ばなくなるだけ。うん、で開いた分飛ばなくなる分は足されるから。すごいうまい、すごいうまい。それだったら怖がらずにもっと打っていける。もうそれシーズン始まったら試合の時さ、実際のグリーンでああいう練習いっぱいできるから、うん、それで調整していきな。いや、うわ、惜しい、ナイス、出ます。え、私も最後スライスに見える。でもフックしましたもんね。うん、これがすごい邪魔なんだよね、多分。うん、最後フックしました、うん、若干フックだと思うんだけど。いや、フックには読めんな。そうなんですよ、しかちよ、ね、うん、そう、仙崎さんのラインとちょっと違うから。ナイス、ナイス、決めました、100点じゃる、ここ OK、 お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした？いや、もう去年よりもね、数段とこう軸が安定してきて、スイングもね、すごい安定してきてると思うんで、仕上がりいいんじゃないかなと思っております。いや、私はもう私自身を見れないんで分かんないから。まあそうね、はい、仙崎さんがそう言ってくれてるんだったらそうなんだろうと思います。私とかよちゃんとね、アミの作ってきたゴルフの、理想的な形に、かなり近づいてきてるというか、まあまあもうほぼほぼできてる状態かなと思います。ただまあ、ところどころのね、考え方思考がちょっと浅いところとかっていうのは、まだ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 あるので、その辺をちょっとね、試合を交えてね、こう成長していきながらご自身で調整していただけたら幸いでございます。はい、それよりちょっとせんちゃんのスイングを、ね、直してもらわないと、直さないといけないから。やばいですね、これね。ちょっとダメ、うん、ちょっとだいぶダメです ね、 あ、最初すごい我慢してたのに、はい、途中からもうこれやり出すからこれやり出すから、次回ね、ちょっとぜひお願いします。まあまあ近いからすぐ来れるから、ね、来てもらってすぐそこなんで。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。お願いします。各種 SNS もやってます。やってます。概要欄だ。正直言うと僕の周りの人にはまあ進めたくない。スコアが良くなるのもちょっと悔しいんで、負けたくないからこそこの入ってあれしてるんですけど、ベストスコアは間違いなく20とかは縮まりました。150ぐらいしかキャリーでドライバーそのぐらいしか行ってなかったのが240ぐらいか飛ぶようになって、2週間ぐらい前に最大距離が更新して
その時は300で来ました。入会する前がマックス飛んで280ぐらいだったのが340ぐらい、一番、はい、今日までで飛んだのが。つらい。試合の時もこんなに花粉になる？やばいとこいっぱいありますよ。熊本、ああ、車真っ黄色になります。マジで黄色い車買えばいいんじゃないの？確かに気分的に違う。私花粉来てない。うまいわ。今度送りますね。あ、そう。違う、ハワイ。ハワイ行きたいね。何？行きたいな。なんでこっち行ったの？なんでこっち行ったの？行きたいな。絶対に行け。勘弁してよ、DD の。勘弁して、誰も来ねえよ。それだけ参加していいですか？やってみる？来るかな、人。なんならマレーシアでもいいですよ。あ、それは集まるでしょうね。めちゃくちゃいいっすよ。めちゃめちゃいいっすね。マレーシア行きたいな。止めた。くしゃみ出そう。いいよ、出して。今頑張ってます。出しちゃえよ、ほら。ん何この亜美のくしゃみ待ちの時間。大丈夫そうです。進行してていい？はい。先生、私池上にいるんです。すみません、ちょっと行けないで本当に申し訳ないですけど、またどうせ朝 の、 あのテレビ電話でやらされるんですけど、今年はね、ダメなんですよ。禁止になったらしいですよ、こっちと朝テレビ電話。ないんですよ。なんかでもなんかレギュラーはやりづらいですけど、なんかいや関係ねえ、それはレギュラーこそやってやれ。で、他のやつと撮ったら、おい、今撮ってんだろ、お前撮んな、こらって言ってやれ。そしたら言われるから、あんたちょっと後で裏を置いて。すみませんでした。先生の名前出してください。それやめて。先生たちの年代の人と結構絡みある。俺の年代はいい。俺の年代よりちょっとでも上にはいかないで。ちょっとも上いかないで。わ、うん、かりました。俺その辺きっちりしてるから。意外。いや、もう当たり前じゃん。先輩にそんな偉そうな口は私は聞きませんよ。私が思うのは、先生が会場に来た時の、うん、なんかこのみんなの先生に対する雰囲気を見てみたいです。勘弁して。でもほら、も大学の先輩あったじゃん、ユージね、ユージさん、ユージ、うん、さんあった時、私どんな感じでした？すごい低姿勢でしたね。ほら、あ、ご無沙汰しております。そんな感じでしたね。そうで、あんまり私アカデミーって教わってないです。アカデミーに来ないもん、先輩は。来たらもうさ、はははみたいな感じだもん、そんなもん。しねえよ。あ、するするする。しねえよじゃねえ。